はい、どうも中国大好き山田です。ですね、最近はもう本当コロナの第5波も静まりつつあり、日常が戻ってきております。でこれね、もう飲食店とかもね、すごく賑わってて、とってもいいなと思うんですけど、まだよし開けたっていう状況なのに、なんかね、外国人の方もちょっともう入れ始めるぞっていうのが早すぎんじゃないかなと。まず国民にこう自粛期間明けました、おめでとう、この期間は何やってもいいですよっていう期間設けてから外人入れないと、まあまたなんかね、いろんな国で第6波だっつってまたコロナの数が伸びてるんですけど、それ確実にやってまいりますんで、まあちょっといろんな順番が間違えつつあるんじゃないかなというふうに危惧しております。6波になった時ね、外人入れるの早すぎたんじゃないかって言われるんじゃないかなと思いますけどね、いかがなもんでしょうかね。まあ、とりあえず国民の方々は今しっかり楽しんでください。来年年明けになるとまた自粛が待ってます。